はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は苦労人にまつわる話をしていきたいなと思っております。 MLB といえば全世界の野球選手にとって憧れの場所なわけですけれども、そこにたどり着くために現在多くの選手が MLB 目指して努力しているわけですよね。でもし選手として成功すれば数十億円から数百億円という大金を稼げる、まさに夢のある職業なわけですけれども、ただそのような大金を稼げる選手はほんの一握りですし、またそもそも MLB に昇格すること自体も一握りの選手しかできないわけですから、大半の選手、マイナーですとか独立リーグでプレーしているような選手ですと、野球でもらえるお給料ではなかなか生活が難しいことも多いですので、時にはですね、野球以外の仕事をしながらなんとかですね、夢に向けて努力を続けている選手も非常に多いんですね。なので今回はそういった苦労人に焦点を当てて MLB 昇格前の話を紹介していきたいなと思っております。なるべくですね、最近の選手に限定してお話ししようかなと思っています。はい、まず一人目はブレーブスのクリス・マーティンですね。マーティンは日本ハムでもプレーした経験がありますので、日本のファンにとっても馴染みのある選手なのかなと思いますね。でマーティン短大時代の2005年にロッキーズから21巡目指名を受けたんですけれども、その後にですね、肩の大怪我を負ってしまってロッキーズとの契約に至らなかったんですね。でその後独立リーグと契約したんですけれども、またもですね、肩を怪我してしまって、結局一度ですね、野球選手としてのキャリアを諦めてしまうんですね。で生活費を稼ぐために空港で働いたりですとか、いろいろなところで勤務していたんですけれども、倉庫で勤務していた際に昼休みにですね、同僚にキャッチボールに誘われたらしいんですね。でこの時にボールを投げてみたら、今までずっと痛かったはずの肩が痛くないということにマーティン気がついたんですね。でこれを受けてマーティンの頭の中には野球に戻るという選択肢が生まれまして、独立リーグのトライアウトを受けたところ95マイルを記録しまして、あっという間にですね、契約に至ったんですね。でその後2011年にレッドソックスとマイナー契約を結んだマーティンは、ロッキーズに移籍後2014年にメジャーデビューを飾りまして、14年から15年の間はメジャーで結果を残すことができなかったんですけれども、16年17年と日本でプレーして投球術を磨いた結果、18年にレンジャースでメジャー復帰を果たしまして、でそこからはですね、ブルペンの一角として貴重な存在になっているなという印象がありますね。なので倉庫で勤務していた際に同僚にキャッチボールに誘われなければ、もしかしたらメジャーリーガーになることもなかったかもしれませんし、この同僚というのはマーティンの古い友達らしいんですけれども、友達のおかげで野球選手としての選択肢が復活したというのはなかなかいい話だなと思いますね。はい、続いて2人目はダイヤモンドバックスのデイビッド・ペラルタですね。今でこそペラルタはダイヤモンドバックスの不動のレフトのレギュラーというイメージがあるんですけれども、もともとはピッチャーでして、2004年カージナルスとピッチャーとして契約を結んでプロ生活をスタートしているんですね。ただピッチャー時代のペラルタというのは度重なる怪我もありましたし、また肩の手術もありまして、あまり結果を残すことができずに2009年にカージナルスからリリースされてしまったんですね。でこの段階でペラルタは投手としてのキャリアは諦めたんですけれども、外野手に転向しようと思いまして、経験を積むため独立リーグと契約を結んだんですね。ただその独立リーグというのはテキサス州の独立リーグでして、当時ペラルタは奥さんと一緒にフロリダ州に住んでいたんですね。フロリダ州からテキサス州までのガソリン代を何とかして捻出しなければならないと考えたペラルタはマクドナルドで働き始めるんですね。でマクドナルドで働いていた当時のペラルタは、奥さん曰くですね、かなり変則的なシフトで働いていたようでして、時には夜勤で働いたりですとか、本当にですね、激務だったみたいなんですけれども、マクドナルドで働いた結果、なんとかですね、フロリダ州からテキサス州までのガソリン代を捻出することができて、結果的に独立リーグでプレーすることができたんですね。で、独立リーグでプレーしている間にダイヤモンドバックスのスカウトとの関係が生まれまして、13年にダイヤモンドバックスと契約を結んで、今に至っているわけなんですね。マクドナルド店員からメジャーリーガーまで這い上がったペラルタですけれども、当時はガソリン代すら払うことができなかったペラルタですけれども、今や3年総額2200万ドルの契約、これでも結構安い方だと思うんですけれども、それだけの大金を得るような選手になりましたので、まさにですね、アメリカンドリームのような話だなと思いますね。続いて3人目はツインズのランディ・ドブナックですね。ドブナックはまず経歴が結構異色でして、まずドラフトされずにいきなりですね、独立リーグと契約しまして、でそこでプレイしていたところ、YouTube にですね、彼の投球動画がアップされたらしくてですね、でそれを見たツインズのスカウトが彼と契約して MLB 参加に入るという、かなりですね、近代的なスカウティングの結果、チャンスを得ることができたんですね。でちなみにこの時ツインズはビデオだけで彼の獲得を決めまして、実際に彼の投球を生で見たことはなかったんですね。
で、そんな感じで MLB 参加に入ったドブナックですけれども、初めの年はルーキーリーグでスタートして、最終的にシングル A までは昇格したんですね。ただシングル A レベルの給料ですと、生活というのはかなり厳しいですし、またドブナックはドラフトされていませんので、契約金という蓄えも、まあ、他の選手と比べてないわけですから、マイナー時代は Uber と Lyft のドライバーをやりながら、お金を工面していたようなんですね。で、本人曰くドライバーとしての評価は結構高かったらしくてですね、5点中 4.99 点と、まあ、ほぼパーフェクトの成績をどうも残していたらしいんですね。で、そんなドブナックですけれども、昨年大ブレイクを果たしまして、開幕はシングル A プラスで迎えたんですけれども、好成績を収めまして、順調にダブル A そしてトリプル A と昇格してきまして、最終的にシーズン終盤にメジャーまで到達したんですね。で、メジャーでも9試合の登板で防御率 1.59 とかなり良いピッチングを見せまして、 ALDS でも先発を務めました。まあ、その試合ではヤンキースタジアムでヤンキースファンがドブナックに対してウーバーとやじっていたことが、まあ、非常に話題になりましたけれども、まあ、それだけ実力をつけたピッチャーですし、また今季はおそらくドブナックは先発ローテーション入る可能性非常に高いピッチャーですから、今後ですね、どんな活躍を見せてくれるか非常に楽しみですね。もう一人ウーバー関係、まあウーバーイーツの方なんですけれども、そちらで働いていた選手としてレジー・マクレインが挙げられますね。2016年13巡目指名でマリナーズに入団したマクレインなんですけれども、2018年までは、まあ、シングル A プラス止まりということで、正直なところマイナーのデプス要因以上の存在ではないピッチャーだったんですね。ただ球団主催の球速向上プログラムにマクレイン参加しまして、でこの結果球速が劇的に後に向上することになるんですけれども、昼はそのキャンプの練習に励んで、夜は Uber Eats の配達で生活費を稼ぐという、まあ、なんとも忙しい日々を送りながら鍛錬を積んでいたピッチャーなんですね。で、この苦労が報われたか、昨年ですね、シングル A プラスから一気にメジャーリーグまで昇格しまして、で、メジャーではちょっと壁にぶつかってはしまったんですけれども、選手としてのキャリアを劇的に変えた選手ですね。このオフ、ウェーバー経由でフィリーズに移籍したんですけれども、今季どんなピッチングを見せるか、今から非常に楽しみですね。はい、で、ここからは近年引退した選手を紹介したいなと思っています。まずはスティーブ・デラバーですね。デラバーは2016年に広島でもプレーしましたので、まあ、覚えてるっていうファンの方もいるかもしれないんですけれども、もともと2003年29巡目指名でパドレスに入団した選手なんですけれども、まあ、当時はですね、選手として対戦することはできず、また肘の大怪我も負ってしまいまして、一度ですね、野球から離れたんですね。2010年は高校の非常勤教師を務めまして、生徒たちに大数学や科学を教える傍ら、自身もルイビル大学で教職課程を取り始めて、いよいよですね、野球選手以外のキャリアを歩み始めていたんですね。ただ転機が訪れたのは、高校の野球部のアシスタントコーチを始めた時でして、この時デラバーはピッチャーの怪我防止や筋力トレーニングを考えている際に、自分の速球が戻っていることに気がついたんですね。ボロボロだった肘は90マイル台前半の速球を投げられる程度に状態が回復していまして、このおかげで2011年の4月にマリナーズとのトライアウトにこぎつきまして、結局契約に至ったんですね。で、その年すぐにですね、マイナーでデビューを果たして、3つのマイナーのレベルで防御率 2.25 と安定感のある投球を見せまして、9月にですね、メジャーデビューを果たしました。で、その後ブルージェイズでトレードされたデラバーなんですけれども、2013年前半戦防御率 1.71 と圧巻の投球を見せまして、この年ファイナルボートでオールスターにも選出されたんですね。2013年当時は川崎宗則選手がブルージェイズに在籍していまして、その川崎選手がデラバーのオールスター出場に向けた応援動画が個人的には非常に印象深いですね。3年前までは高校の非常勤教師をやっていた人がオールスターのマウンドに立っているわけですから、これもなかなかですね、いい話だなと個人的には思いますね。そして最後はトム・ウィルヘルムセンですね。ウィルヘルムセンの話については以前も紹介したことはあるんですけれども、やっぱりこういった話題では外せない選手なのかなと思いますね。2002年70巡目指名でブルワーズに入団したウィルヘルムセンなんですけれども、マイナー時代2度の薬物使用で出場停止処分を言い渡されまして、結局引退してしまうんですね。そして2005年からアリゾナ州ツーソンでバーテンダーとして働き始めまして、実に5年間この生活が続いたそうなんですね。ただ同年代の選手たちがメジャーリーグの舞台にたどり着く姿を見たりですとか、あとは自分自身や奥さんとの将来を考えた時に、諦めてしまった野球の道、本当にこのままでいいのかと考えた時に、野球界復帰という決断にどうも至ったみたいなんですね。2009年独立リーグで現役復帰を果たしたウィルヘルムセンは、翌2010年、ブルワーズ時代に自分を発掘してくれたジャック・ズレンシックが GM を務めるマリナーズとマイナー契約を結びまして、その後は比較的順調なキャリアを送りましたね。
2011年にメジャーデビューを果たすと、翌2012年から13年はチームのクローザーも務めましたし、野球界から途中5年離れながらも最終的に7年間のメジャーリーガーとしてのキャリアを送ることができました。薬物使用という自身の過ちによって一度キャリアが断たれてしまったわけですけれども、そこから再び自分の力で這い上がってきたっていうことは非常に立派なことだと思います。ということで今回6人の苦労人にまつわる話をしてきたわけですけれども、彼らを見ているとやっぱり夢をつかむのは本当に簡単なことではないんだなと思いますね。彼らに関しては本当に苦労が報われてよかったなと思う反面、きっとですね同じぐらい苦労したけれども報われなかったって選手もきっとたくさんいますので、本当に MLB という舞台にたどり着くのは並大抵のことじゃないんだなと感じましたね。そしてもう一つ思ったのは、人生というのは本当にきっかけ一つで変わるんだなと思いましたね。まあマーティンの例なんかすごいいい例だと思うんですけれども、同僚がキャッチボールに誘わなければ彼が自分の肩が癒えてると気づくことがなかったかもしれませんし、本当にこんな些細なきっかけで人生って変わるんだなというのを非常に痛感しましたね。今年はマイナーリーグが正式に中止となって、多くのマイナー選手が野球をプレーする場が失われているわけですけれども、今回紹介した6人のように、今まさに同じような境遇の選手たちが、何かきっかけを一つでも掴んで、一人でも多くの選手が報われることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。